誰か助けてくれ。あ、ペケツどうしたの？今助けてって言った。え、そんなこと言ってないけど。俺も言ってないぞ。気のせいじゃないのか。やはり私の声は誰にも届かないのか。やっぱりなんか声が聞こえる。おいペケツ、どうしちゃったんだ？声が聞こえるって、おい、なんだろう。ねえ、誰が喋ってるの？私の声が聞こえているのか。このままでは私のピラミッドが荒らされてしまう。助けてくれ。ピラミッドを助ける？私の最後の力を使って君をピラミッドに転送する。あとは任せたぞ。うわ、ちょっとペケツ、一体何が？よくわかんないけど転送するって言ってたから。え、なんだなんだ、急に光が。ペケツ、これって今から僕たちピラミッドに飛ばされるみたいだね。なんだって。ピラミッドの不思議4選。ここがピラミッドの中なのか。中には入ったことないからちょっとわかんないな。ピラミッドの内部は写真で見たことあるけど、これは多分本物だと思う。本物のピラミッドか。テンション上がるな。それでペケッツ、なんで俺たちは飛ばされたんだ？私のピラミッドを助けてほしいって言われたよ。助けてほしいって一体どういうこと？誰に言われたの？わかんない。ジャナハム、ハラ、おい、誰かやってきたぞ。って、なんだあの顔。あれは黄金のマスク？ナフルシャタカブラネピラミド。待て待て、何を言ってるかわからないんだぜ、ペケッツ。はい、バックはね、これでわかるよ。聞いているのか。私はこのピラミッドの主、王だぞ。王様？すっげえ、ピラミッドの王様に会えたんだぜ。いやいや、ありえないでしょ。何千年生きてることになるの？聞く。あれだ、ずっと眠っていたのだ。目を覚ましたのは最近で。そんなことあるかな。ちなみに王様の名前は何ですか？名前？それは秘密だ。つまり王様は何千年ぶりに目を覚まして何かに困って俺たちを呼んだってことだよな。よし王様、俺たちが助けるんだぜ。何でも言ってくれ。え、私を助ける？一体何の話だ？え、王様が僕たちをここに呼んだんですよね。ああ、そうだった。私が呼んだんだった。忘れてた。忘れてた？すまんすまん。でももう困ってないんだ。だからクソが…じゃなくて、子供は早く家に帰りなさい。もう私のピラミッドに勝手に入っちゃいけないぞ。え、もう困ってないの？なんだよ、ちょっと残念なんだぜ。そうだね、じゃあもう帰る。ちょっと待って、この人って本当に王様なのかな？テストしてみていい？テストってどういうことだ？王様ならピラミッドのことは何でも知ってますよね。もちろん全て知ってるさ。じゃあ僕ピラミッドの不思議をいくつか知ってるんですけど、その真相を教えてもらえませんか？え？ピラミッドの方角の不思議。じゃあまずは1つ目。うむ。三大ピラミッドの方角がぴったり正確なのってどうしてなんですか？ぴったり正確？そうなのか？エジプトには有名な3つのピラミッドがあるんだけど、それら全ての面が正確に東西南北を向いているんだ。このピラミッドが建てられたのは今から4000年以上も前の時代なんだけど、そんな昔にどうやって正確な方角を知ることができたのか未だに謎なんだ。不思議だね。王様、なんでなんだ？どうだったかな。昔のことで忘れちゃったな。忘れちゃったんですか？例えば太陽の光でできた影を使ったんじゃないんですか？ああ、そうだったかな。影を使うってどういうことだ？ピラミッドの方角の謎を解くために2016年に行われた実験なんだけど、地面に立てた棒の影だけでほぼ正確な方角を測れることが分かったんだ。秋分の日に影の先端が指す位置を時間ごとに記録して、その点を結ぶとほぼ正確な東と西が測れるみたいで、それを使って方角を割り出したっていう説が有力だよ。難しくてよく分かんない。そうだな。でもこんな難しいこと思いつくなんて王様って頭いいんだな。そうだぞ、すごいだろう。あっはっは。へー、ピラミッドの色の不思議。次の質問です。かつてのピラミッドはダイヤモンドのように白く輝いていたって本当ですか？なんだって？あれ、ピラミッドって茶色っぽいよね。それがダイヤモンドみたいにキラキラしてたっていうのか？想像つかないんだぜ。できたばかりのピラミッドはツルツルに磨いた石灰石と呼ばれる白い石で表面を覆っていたから、太陽の光を浴びてダイヤモンドみたいにピカピカに輝いていたという話があるんだ。時代とともに表面の石灰石が剥がれ落ちて今みたいな茶色の姿になったと言われているよ。ピカピカのピラミッド見てみたい。
王様、本当なのか？ああ、もちろん本当だ。本当なんですね。じゃあダイヤモンドみたいに輝かせていたのはどうしてなんですか？それは、だな、彼女がダイヤが好きだったからだ。彼女ですか？そんな話は聞いたことがないですけど。恥ずかしいからな、内緒にしてたんだ。くー、彼女のためにピッカピカのピラミッドを作るなんて最高にクールなんだぜ。そうだろ、そうだろ。怪しい。エネルギーを集める部屋がある不思議。次の質問です。ピラミッドの中で王の間と呼ばれている場所は電磁エネルギーを集める構造になっているという説がありますが、本当ですか？電磁エネルギーを集める？電磁エネルギー？電磁エネルギーは電磁波っていう目に見えない波のエネルギーのことだよ。今だとテレビやスマホの電波や電子レンジでも使われているんだ。そのエネルギーが王の間って呼ばれる王様のお墓のある部屋などごく一部の空間に集まる構造になっているんだけど、何のためにそんな構造にしたのか全く分かっていないんだ。つまり王様の部屋にはテレビやスマホみたいなものがあったってことか？ってことは電話みたいに誰かと話せたりしたんじゃないのか？だったらすごすぎるんだぜ。その通りだ、すごいだろう。で、電磁エネルギーを集めただけでそんなことができるんですか？もしそれが本当なら世紀の大発見ですよ。実際に王のまでやってみせてください。お願いします。いや、それはちょっと、あの部屋は王族以外は入れちゃいけない決まりなんだ。ケチ。残念なんだぜ。やっぱりこの人怪しい。ピラミッドの中の温度の不思議。この人、話を聞く限り王様とは思えないんだけど、だとしたら一体誰なんだろう。もういいだろ、私は忙しいんだ。そろそろ帰ってくれないか？じゃあ最後にもう一つだけ。これで最後だぞ。はい。ねえペケッツ、ピラミッドの中って涼しいよね。確かに涼しいね。砂漠の真ん中にあるのにこんなに涼しいのってどのくらいのエアコン使ってるんだろうね、ゴーンジ。そうだな、広いからたくさんあるんじゃないか。だよね。王様、ピラミッドってエアコンを何台ぐらいつけているんですか？それはもうたくさんあるぞ。そうだな、100台以上はあるんじゃないか。なるほど、わかりました。王様、あなたは偽物ですね。偽物？ピラミッドの内部は平均気温が20度前後なんだけど、その理由はたくさんの石で囲まれてるからと言われてるんだ。例えば気温が高い夏でも洞窟のような場所は涼しいでしょ。それと同じでたくさんの分厚い石で囲まれているからピラミッドの内部も涼しいんだ。そしてピラミッドが作られた時代にエアコンはありません。あなたは誰ですか？ち、バレちゃしょうがない。え、じゃあこのおっさん王様じゃなかったのか？僕たちを騙したんだね。その通り、俺はお宝を盗みに来た盗賊さ。さあクソガキども、おとなしくしろ。盗賊ってことは泥棒か？よしペケッツ、了解。やっちゃうよ、ペケッツタイム。ガキのおもちゃなんて怖くないぜ。大人を舐めるとどうなるか痛い目に合わせてやる。うわ。そして続いてはエジプトのニュースです。ピラミッドからロープで縛られた男が発見されました。男は盗賊と見られており、一体いつ誰が捕まえたのか未だに謎に包まれて。僕たちが捕まえたんだもんね。そうだな。俺たちですって言いたいんだぜ。そうすればクラスの女子にモテモテに。いきなりピラミッドにワープしてそこにいた盗賊を捕まえたなんて誰も信じないでしょ。それにピラミッドは勝手に入っちゃダメだから逆に怒られると思うよ。あれ？ん？どうしたんだペケッツ。そういえば結局僕をあそこに呼んだのって誰だったんだろう。どこかに本物の王様がいたんじゃないか。それで電磁エネルギーでペケッツに話しかけたんだぜ。そんなこと無理だと思うんだけどな、多分。一体誰だったんだろう。不思議だな。盗賊を捕まえてくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけ。